コキールは、アメリカ合衆国オレゴン州、クーズ郡にある市であり、同軍の郡庁所在地である。2000年度国勢調査の時点における人口は4184人だった。2007年の推定人口は4215人で、ある。主要経済は、材木業。氏名コキールは、先住民族のコキール族に由来する。 アメリカ合衆国国勢調査局の発表によれば、市の総面積は7.0平方キロメートルであり、そのうち7.0平方キロメートルが陸地であり、水域率は0.37%である。コキールの市境には、コキール川が流れる。コキール川は、海岸山脈の中原から海岸沿いの町バンドンに、流れ、太平洋に流れ出る。 1908から1914年頃のコキールのウォーターフロント。三隻のボート、ウルバリン、フェーバリット、ウィルヘルミアがドックに停泊している。ウルバリンはクーズベイで1908年に建設された。コキールというボートもあり、それはコキールでやはり1908年に建設された。2000年の国勢調査では、 市の人口は4184人で1686世帯1129家族が暮らしていた。人口密度は1538.3ミニだった。680.2スクエアミの平均密度に1850件の住宅が建っている。人種構成は白人92.64%、アジア系0.36%、 アフリカン・アメリカン0.50%、先住民1.77%、太平洋諸島系0.14%、その他の人種1.60%、および今月、根結2.99%である。人口の4.09%はヒスパニック、または、ラテン系だった。1686世帯のうち 28.、28.2%が18歳未満の、 子供と一緒に生活しており、51.1%は夫婦で生活している。12.0%は未婚の女性、または家父が世帯主であり、33.0%は結婚していない。28.1%は一人以上の独身の居住者が住んでおり、14.8%は65歳以上で独身である。 一世帯の平均人数は2.35人であり、結婚している家庭の場合は2.83人である。市内の住民は22.9%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が7.4%、25歳以上44歳以下が25.3%、45歳以上64歳以下が24.1%。 および65歳以上が20.1%にわたっている。中央値年齢は42歳である。女性100人ごとに対して男性は94.3人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は91.8人である。この年の世帯ごとの平均的な収入は29,931米ドルであり、 家族ごとの平均的な収入は35,144ベ米ドルである。男性は34,583ベ米ドルに、対して女性は21,567ベ米ドルの平均的な収入がある。この地域の一人あたりの収入は14,619ベ米ドルである。人口の10.6%及び、家族の7.6%は貧困線以下である。 全人口のうち18歳未満の15.3%及び65歳以上の6.1%は貧困戦以下の生活を送っている。AJ シャーウッド邸はコキールにあり国家歴史登録財に登録されている。コキール渓谷歴史協会が2005年5月に設立したコキール渓谷博物館がある。地元の有志にあるメロドラマ公園が 地元のソーダスト劇場で季節限定で行われる。コキール公立学区が現地の K12 の教育を管轄している。近郊のクーズベイにあるサウスウェスタン・オレゴンコミュニティカレッジは2年生の大学で準学志望プログラムなどの教育を提供している。ありがとうございます。